皆さんこんにちは、ケンです、今は朝の6時を過ぎたところなんですけど、今日は、日曜日で久々のお休みです。私の走行動画でよく出る愛知県の犬山市、今日はそこに行きたいと思うんですけど、日曜日でしかやってない朝市、そちらを撮影していきたいと思います。最近仕事以外では全然乗れてないんですけども、久々にこの 3T で行きたいと思います。あ、ちなみにホイール変えました。センサーもついてるんですけど、これあのキャノンデールのカーボンディスクホイールです。今そこにめちゃくちゃ太いグラベルキング SK を履いてます。本当は 40C までなんですけど、今 43C を履かしてます。じゃあね、インプレも兼ねて走っていきたいと思います。このホイールレーシング7と比べてだいぶ軽いですね。こんなに太いタイヤ履いてるのにサクサク登れますね。まあただグラベル用のホイールじゃないので、私みたいにグラベルロードに使うっていう使い方はおすすめできないかな。気持ちいい。やっぱ朝市はいいよね、静かだし。これが朝市か。おはようございます。ミネストローネとハンバーグを買いました。超うまそう。これで550円だったかな。安い朝ごはんだ。他にもいろいろ美味しそうなものがあって、これ食べたらもっと探したいと思います。ありがとうございます。引き立て入れたての自家焙煎コーヒーがおすすめとなっております。じゃあそれでこれでコーヒーね、はい、桜の時は、チョコチーズケーキもらっていいですか。どうぞありがとうございます。あ、美味しかったサンバーグ。ちょっとね、ご飯もあったらよかったんですけどね。あ、ありがとうございます。ちょっとコーヒー頼みました。コーヒーも頼んで。コーヒーと一緒に食べてください。ありがとうございます。あの SNS 投稿大丈夫ですか。大丈夫です。してください。ガンガンしてください、はい、悪いしなかったら全然大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい、あ、フォークあります。はい、フォーク、ありがとうございます。ありがとうございます。チーズケーキ追加。大丈夫でしたね。ありがとうね。
少し雨降ってきましたね。今午前8時です。まだ人は全然いないんですけど、犬山はこんな感じです。まあ、今日は世間でいうゴールデンウィーク期間中の1日の休みだったので、まあ賑わう場所は行きたくなかったので、こういった朝一たまたまタイミングがあったので行ってきました。いいですね、雰囲気良かったですね。多分きっと本当はもっといっぱい来てるんでしょうけど、やはり皆さん自粛してされてるんだなと思いました。予報では雨が強くなってくるので、さっさと帰りたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。